はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はお知らせの方でサーバントサマーキャンプビッグ2が来たということで、それについて、まあ、引いた方がいいのかというお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そしてまず第一前提なんですが、もし自分が好きだなと思ってるサーバントがいる場合、それ引きに行った方がいいです。まあなんでかっていうと、まあ自分の好きなサーバント使って攻略した方が楽しいという形になっているんで、このゲームは。まあそのことを踏まえて、まあもし自分が好きなサーバントがいるんだったら、それ狙いに行くという形でいいんじゃないかなと思います。ではもう早速やっていくんですが、今回ピックアップされてるキャラクター1人追加されました。はい。もともと、女性じゃないね。水着サーバント3体。水着アビエール、水着ともえ御前、紫式部だけだったんですが、それにフジノンが追加されたという形になっております。で、それに伴ってちょっとピックアップ変わってるって感じだね。まあ、星5サーバント自体はずっとピックアップされるということで、アビゲイルに関してはずっとピックアップされてるんだけど、日替わりピックとして、ともえ御前、フジノン、紫式部に関しては定期的に変わっていくという形になっております。で、水着のダブルピックはあるんですが、フジノンと何かっていうピックアップがないんで、そこだけ注意必要かなと思います。まあフジノンに関しては全部ごちゃ混ぜになってる闇鍋か単独ピックを引くという形になるんで、そこだけ注意しておきましょう。ではまあこのガチャ引いといた方がいいのかというお話ししていくんですが、まず、アビゲイルですね。アビゲイルに関しては全体のフォーリナーとなっております。で、まあ、この子に関しては、まあ、一つ言えることとして、まあ、自分動画等で色々言っているんですが、まあ、本当に防具火力が低いです。はい。まあ、バーサーカー相手だった場合、まあ、それなりの火力は出してはくれるんですが、やっぱ圧倒的に防具の火力が低いっていうのが、ちょっとネックな点になってるかなと思います。ただ、この子に関しては、デバッファー要員として運用するっていうのはめちゃくちゃ強いです。なぜかっていうと、水着アビゲイルに関しては、睡眠状態の防御力ダウンで防御力ダウン、そして、バスター性能ダウン、バスター耐性ダウンですね。それを持っているということで、本当にバスターでぶん殴ろうと思った際、火力が本当に比較的に出しやすい状態になってるっていうのがあるんだよね。例えばで言うと、ダブルマーリンで殴ろうっていうよりも、マーリンとアビゲイル、アタッカーっていう感じにした方が、宝具の火力とか、まあ火力に関しては伸びやすくなるってなってるんで、まあデバッファー運用として使うんだったら、まあ割かしありかなと、個人的に思っております。で、まあ、それ以外だと NP50% チャージがあるということで、まあ1ウェーブ目、2ウェーブ目ぐらいだった場合、ある程度対応はできたりするんで、まあ3ウェーブ目ではなく、もう1、2ウェーブ目の雑魚処理用で使っていくっていう運用方法もありかなと、個人的に思っております。まあやっぱり、宝具の火力が低いということで、ちょっとあまりおすすめできないなっていう感じですね。まあ刺さる場面には刺さるけど、刺さる場面がちょっと少ないから微妙だなという感じです。まああくまでデバッファー要因として引きに行くという形でいいんじゃないかなと思います。で次、ともえ御前なんですが、ともえ御前に関しては全体のアーツセイバーとなっております。で、まあ、この子に関してはシステムを組むことが可能となってるんで、まあ、システムを組みたいよって方に関しては引きに行く価値ありかなと思っております。ただ、注意点として、宝具レベル1で止めてしまう場合、イアソンの方が正直強いですっていうのと、クロセイハイ運用をすることができないんで、そこだけ注意必要かなと思います。なので、まあ、イアソン、宝具5でこと足りてるよっていう方に関しては狙いに行かなくていいし、まあ、宝具レベル2にするのがちょっと辛いなって思う方に関しては、まあ、セーブするっていうのもありかなと思っております。そして、ここまではあくまでシステムのお話ししてきたんですが、ともえ御前の第3スキルですね。これめちゃくちゃ強いんで、ここは変則で刺さる場面っていうのがあるんじゃないかなと思ってます。まあこれに関してはスター大量獲得最大25個、そして毎ターンスターを10個獲得という、まあクリティカルするためにあるんじゃないかというスキルになっているんで、まあそのことを考えた時に変則クエストでも一応組むことができるな、っていうのがあったりするかな。なので、まあ、宝具1だった場合、システム運用は辛いけど、クリティカル運用することができる、変則クエストができると思ってもらえればいいかなと思います。紫式部なんですが、アーツのライダーアタッカーとなっております。で、この子に関してなんですが、第3スキルで NP 毎ターンチャージ最大 20%
とスター獲得20個あるということで、まあ、高難易度と変則クエスト等で、使えるかなと個人的に思っております。でそれ以外のスキルに関しては防御力ダウンとアーツ攻撃耐性ダウン持っているということで、まあ仮に変則クエストだった場合、1ウェーブ目に第3スキル切ってあげてクリティカルで突破する。で、まあ2ウェーブ目か3ウェーブ目に宝具打って、デバフも入れてっていう運用方法ができたりするんで、まあこの子結構いいんじゃないかなと思っております。で、まあそれ以外で言うと、やっぱ宝具レベル1だった場合、変則クエストで輝きにくいっていうことがあったりするんで、まあ敵の体力が多いからね。まあそこだけがちょっと注意点必要かなっていう感じかな。まあ、普通にアタッカー運用として使いたいなーっていうのと、まあ変則クエストで使ってみたいと思う方に関しては引きに行く価値はまあまあありかなと思っております。で次ラスト、今回水着ではないフジノンですね。フジノンに関してなんですが、今回宝具強化されたということで超巨大特攻が追加されました。でフジノン自体に星出しがあるんで、変則クエスト等で使うことが可能にはなっております。なっているんですが、 NP チャージを持ってないということで、まあさっき言った紫式部と比べたらフジノンに関しては正直なところちょっと変則ではちょっと物足りないなっていう感じになるかなと個人的に思っております。ただ超巨大特攻に関してはスプリガンに特攻が入ったりする。でスプリガンに関してはわりかしフリークエストとかでまあ刺さりやすい場面が多かったりするっていう時に使えたりするんで、まあこの子もまあそういった意味では、まあそういうところで刺さりたい刺したいっていう方に関しては引きに行く価値はありかなと思っております。ただやっぱフジノに関してはまあ性能どうこうっていうよりも今後の復刻のことを考えたら今のうちに引いといた方がいいよねっていうサーバントにはなってるかな。まあなんでかっていうと、フジノに関しては3年ぶりにやっと復刻されました。はい。で今回のイベント復刻版です。次いつ復刻されるかわからん。まあもしかしたら本当に5年後ぐらいに復刻されるっていう可能性もなきにしもあらずだったりするんで、まあそのことを考えた時に、まあやっぱ記念として取っておきたい、希少性があるから取っておきたいっていう意味では、今回の、ピックアップの中ではダントツでフジノンが高くなってるっていう形になってるから、まあそういった意味で引きに行くっていうのはありかなと思います。はい。以上が、まあ、性能を踏まえた上で、まあ、こういうところで使えるよっていうお話だったんですが、まあ、正直なところ、今回のピックアップに関しては、まあ、無理に引きに行く必要っていうのはないです。はい。他で代用ができてしまうっていうのがあったりするんで、まあ、そのことを考えた時に今はセーブでもいいんじゃないかなって思っております。あとは、まあ、やっぱ、6章のこと考えてセーブするっていうのもありだったりはするんで、まあ、あくまで今回のピックアップに関しては、フジノンの希少性が高いから狙いに行く。それ以外で言うと、このキャラクターが好きだから狙いに行くっていう人以外は、セーブしておくという形でいいんじゃないかなと、個人的に思っております。はい。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。